詩人の中村武彦さんで、どうぞ。立ちでも座りでも好きな形で。こんにちは、こんばんは、中村です。今日レグマン最後だということで、ちょっとすごいショック、その話を聞いた時はショックだったんですけども、いろんなこと、ね、稲垣さんとも、ここで何度も朗読をさせていただいたり、またいろんなアーティストと出会えた素晴らしい場所でした。ありがとうございました。でここで一回、ミッドナイトプレスという僕が詩集を出し2冊出してるんですけども、非常に小さな詩の出版社で、音楽レベルというのは本当にインディーズのアンダーグラウンドな感じの詩の出版社 でしてね、そこの主催のイベントも、はい、こちらでやらせていただいたりしました。でそこの、名編集者である岡田幸文さんという、僕も大とても尊敬する編集者、詩人でもありまして、現代詩の世界では知らない人はいないというぐらいすごい名編集者ですね。その方が今月9日に亡くなって、突然亡くなってしまいました。今日はミクマン最後なんですけども、僕の中でも今年のそんな大きな節目の、年なので、その岡田さんへ捧げる詩を読みたいと思いますが、その岡田さんが、見出した天才詩人で小林蓮斗という人がいます。その人からも、詩が届いてますので、まず小林蓮斗さんの詩を、読みます。ちょっと老眼をかけさせていただきます。螺旋形、小林蓮斗。基礎を揺らぐよ、12月の空は微粒子の光で幾ばくかの線虫たちを走らせている。このか細い灯火のその圏外は夜すがのない夜だよ。宇宙軍のほとんどがただ黙している。時折異質な乳臭い匂い、音や警鐘たちを投げやるが、何を示しているのかも本当のことはわからない。午前2時、布団に呼吸困難で正体不明の小学生はペンライトの色に発光して沈みつつ、セータカ猫背のおじさんのポケットでエアーが強行している。あっちに突っ張りもんどり打ってこっちに腹渡、白く甘苦き王として、笹舟は子供、31艘すべてが座礁したり、あっちこっちから漏水して、なぜなのさ、なぜなのさ、僕が今覚えていること、震える手首の貼り付けで覚えちゃいないことになり水尾する。あるいはまたオレンジ色に小さくやわんだ名も知り得ぬ遠い惑星の陰り抜け、誰かが思い出す水辺のむくろがあるとするなら、ね、君は死の川で呼びかけをする。対象は初めからもういなくて、問いと答えの駆け落ちさ、だらしなく傾斜した灰ビルの草陰から幾億のハレーになってくるくると散らばってゆく。非認証のあふれそうな影よ、どこまでも貧しい光よ、ハゼランが
もう散ろうとしている。今日は寒くて良いお天気です。バカみたいだね。時は果てるのだ。今もあなたは最後の一筋の呼吸を漏らそうとしており、私の窮気は拙くて、ことの葉は届くかどうかさえ定かでない。時はしかして持続する。いつまでか知れないこの日々の螺旋形を、幾度も幾度も繰り返して、数年前に大病してですね、九州の実家に帰ってしまい、今の詩がそれから大病してから、詩を初めて書いた詩だということですね。続いて僕の、その名編集者岡田光文さんへ捧げる詩ですが、岡田さんは60年代に青春期を過ごしてて、当然ながらあの熱狂の時代ですね、革命の時代、そして、ビートルズの時代、ビートルズの洗礼は鮮烈だったらしくてですね、生涯、特にジョン・レノンをさっきカムトゥギャザーってかかってましたけども、尊敬し、そして、12月9日2時5分、朝の2時5分亡くなったわけですが、12月8日、ジョン・レノンの命日、ニューヨーク時間では12月8日だと、まだ12月8日にジョンの命日 に息を引き取ったという、岡田さんというそういう非常にこう反骨の、永遠の青年のような、また死に全てを、人生の全てを、かけた人がそのように亡くなったというのが一つの伝説になりそうだなと。僕は岡田さんのもとで少し働いたこともあるんですが、取り残されたものとして、一つちょっと10分ぐらいですが読みたいと思います。ミッドナイトを駆け抜けろ、岡田光文。琴の葉の森の深淵の深部に立った一つある、地下室へ下る階段の下であなたは待っていた。黒い革ジャケットに耳を包み、大きなカバンを片手にぶら下げて、あなたは厚い扉の前で僕を待っていた。そこに僕らが、人間が決して入ってはいけないホラー穴という酒場があった。まだ言葉になる前の動物たちの笑いが立ち込める基地、猿が七面鳥と酒を組み合い、虎がアヒルと抱き合い、オウムが狐を愛撫する、青い小魚たちが宙で踊っていた。あなたはみんなと挨拶しながら一番奥のいつもの席に僕を案内した。そして人差し指に赤い炎を灯して真っ白な紙に何かを滴らせた。炎に照らされた壁にはマルローとプレベールと瞳を失った天使のモノクロ写真の影、そして大きな発火の星が天井に揺れていた。あなたはひたすら黙って赤い炎を紙の上に滴らせていた。僕はそれをじっと見つめていた。夜が明けるまで。それから15年、
なたはそうやっていつも洞穴で僕を待っていてくれた。ビールとウイスキーとピーナッツと納豆スパゲッティをテーブルに並べて笑い合う動物たちと共に僕らは黙っていた。黙ることが掟であるように。そして僕はいつも酔いつぶれて夢を見てしまった。風が吹くまであなたの黒ジャケットの内部に風が巻き起こるまで。深夜の新宿の池袋の塔をめぐり、どこまでも遠く近く旋回する風が吹くまで。どこにも帰る場所がないあなたの琴の葉の風が吹くまで。風が吹くとあなたは眼鏡越しにいつも途中まで語ってくれたね。人は人間のどうしても耐えられない。人は全ての人間のどうしても救われない。そうだった。飛び立つことのないミミズクの羽ばたきのようにあなたはいつも黒革のジャケットを翻し翻し、二重に震える世界に溶け入ってしまうようにホラー穴から出て群衆の中へ立ち去っていった。未だ人差し指の炎は赤く燃え上がり、深夜の星を指さしながら Just now J のいちご畑のメロディーとともに、それはどこかで聞いたわからない懐かしい旋律で、ホラー穴の動物たちは夜明け前家々に姿を消し、暁に燃え尽きた新宿の塔の先端から舞い降りてくるひとかけらの風だけを酔いざめない僕は見上げ、青い炎を小指に灯して誰もいない路上で眠った。本当にあなたは死んだんですか。そうだよ、死は全ての人間のどうしても耐えられない、歌えない。どうやって進めばいいかわからない場所に僕はどうやって進むことができるのだろう。どうやって行く道がわからない、僕はどうやって道を曲がればいいのだろう。 Remember、若い頃に死んだ僕の肉体はいつも影に沈んでいるから、ママもパパも僕を英雄のように願い続けたのかもしれない。今思い出すのだ、若い頃僕は拒絶された命だった。だから詩を書き英雄となり、墜落して水のように滴りあなたと出会ったのだ。想像できるか、どこにもない誰もいない国で扉がいつまでも開いていて、僕の発する声の背後にあるはずのもう一つの声を響かせている者たちの姿。想像できるか、どこにもない誰のものでもない文字を石板に削り削り、石の内部だけを掘り出すリングス。想像できるか、今この世界に詩人など一人もいないのだと。眼鏡越しにあなたとまた洞穴で会いたい。新宿の闇夜に、池袋の闇夜に、再び森が広がり、ライオンが、トラが、オウムが、ガチョウが、七面鳥が笑い合う酒場の片隅で沈黙の会話を交わしたい。だから僕は今日も降りていく。魂の地下室へ、孤絶へ。
2019年12月9日午前2時5分、雪降るアンダルシアの街角で、村人すべてに愛された少年は老犬の傍らで働き疲れて死んだ。クリスマスの雪降るダブリンの街角で、両親に見捨てられた少年は大好きな口笛だけを吹いて死んだ。2019年12月29日午前0時、世界中の森に雪が降り積もり、ダイナマイトの爆発音と戦車の車列の轟きの中で、世界中の裸の少年が焼き出され、人員の鐘が鳴り響く。なぜ少年とはあんな姿で死んでしまうのか、なぜいつも少年とはあんな姿で死んでしまうのか。爆音の雪が降り続いている、殲滅の雪が降り続いている。 We Remember。2019年が暮れれば、酒場ホラー穴は爆破されます。動物たちはいなくなります。笑い声は消えてしまいます。みんなどこに行くのでしょうか。今日扉を開いた時、あなたが座っていた席に真っ黒な大ガラスが座っていました。くちばしにあなたと同じ紅の炎を灯して、丸や三角や四角をテーブルの上に描いていました。だから僕も同じように大ガラスと向き合って、丸や三角や四角をテーブルに描いて、そして急いで席を立ち、扉を背後に店を出ました。僕はここで爆死。大ガラスは扉の向こうで叫んでいました。ネバーモー、ネバーモー。僕は驚いて振り向くと、大ガラスはホラー穴の扉を開き、塔へ向かって紅の炎の文字を滴らせて、むき出しの琴の葉を張り上げて羽ばたいていく。ネバーモー、ネバーモー。するとすべての動物たちがホラー穴から彼の後を追いかけて羽ばたいていく。虎にも猿にも象にもカバにも翼はついていないのに、ネバーモー、ネバーモー。青い魚たちは僕の胸を突き抜けていく。永遠に続く爆音の中、僕は真っ黒なあなたの影を、いいえ、あなたがはらむ真っ黒な風を追いかけ、燃え上がる森を駆け抜け駆け抜け、やがて新宿の塔の先端に立つ紅の灯火を見上げて泣き笑うだけだ。そうか、あれが世界が崩壊した後に残る星、いや今日だけ輝ける、あなたが灯し続けたミッドナイトスター。どうもありがとうございました。ナイシミさんです。素晴らしかったです。ありがとうございます。これで前半、